ランシット駅は、太陽国中部パトゥムターニー県タンヤブリン群にある、大国有鉄道北本線の駅である。北本線の当駅バーンパーチー駅間は、1994年から2004年の改良工事で参戦化されている。当駅以南の区間については、1990年に開始されたホープウェル計画により、北本線あたり駅ヨムマラート東線。 フワマーク駅間の高架化が行われる予定であったが、進捗の大幅な遅延のため同計画の事業免許は1997年に取り消され、高架化は中断した。その後、バンコクの都市鉄道整備計画では、大国鉄北本線沿いに、バンコク北方へ向かう路線をダークレッドラインとして整備することとなり、第一機区間のバーンス・ランシット間について2010年に入札を実施し、 2021年の開業が予定されている。この計画では、大国鉄在来線の乗り入れが可能な企画により、高架化、電化された都市鉄道を建設するものとしている。1897年3月26日に、大関営鉄道最初の区間が、クルンテープ駅アユタヤ駅間に開業した。この時点で当駅はまだ開業してなくその後の開業である。 短式及び、島式2面の複合型ホーム3面4線を持つ、地上駅であり、駅舎はホームに面している。ありがとうございます。